隊長、一方その頃クリス、死亡を確認。ドゥルン、遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。ドゥルルルルルル、画面を共有しろ。記録が残った、画面共有、振り返りをしていきましょう。昨夜ミヤに化けたミランダを始末したが、ね、あの撃った、撃って、ね、血まみれになってるはずの肩がね、実は単なる擬態だった。この血とかっていうのはでも金なわけでしょ。もともとの正体っていうのはどうやって演出してるんだろうね。金に血がついて、あの入ってるとかそういうわけでもなさそうだし、だが2人を乗せた、いやー果たしてどうなってるのか、駆けつけた時には、そこら辺が不思議なところで、イーサンもローズも消えていた。ねえ、あの金のあれも E さんとの血が吹き出てる。最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。電話は残ってたのかな。報いは必ず。スマホが繋がったまま切れたとか、そんなオチになるのかな。ていうかバイオシックスの時にさ、だいぶさ、なんかもうこの世にはないくらいハイテクな感じのさ、あのガラスみたいなスマホを使ってたじゃん。スマホっていうべきのか、あれガラスみたいな通信機器をエイダとかが使ってたじゃないですか。全てだ。そっからするとさ、さらにさ、5年、違う、2022年の10年くらいさ、時が進んでるのにスマホになってるって、ちょっとなんかバイオの世界のその通信機器というか IT 機器というか、そこら辺の進捗がどうなってるのかってすごい気になるよね。いつでも行けるぜ。そこのつながりもやっぱ持たせてっていかないと、今だったら例えばさ、なんだろう、スマートウォッチみたいなやつが立体的にゴリゴリやな、超ゴリゴリやな、びっくりしたわ。 BSA のお出ましか。恐ろしいまでにゴリゴリですな。任務変更は？いや、変更はなしだ。いいな。ミランダを始末し、ジムローズを救う。あのゴールドジム、僕エニタイム通ってるんですけど、もう失敗はできない。ゴールドジムの服を着た、昔みたいにな、任務開始。本当にゴリゴリ、本当こんな感じの体型のおっさん、おっさんじゃないな、お兄さんやから。 BSA の動向が知りたい、探ってくれ。体格の違いの顕著さよ、本当にすごいわ。さすがだね。で、まあ、いや、そんなよろしくって、あれちょっと待って、これじゃなくて、最初はあれ使いたかったんだけど、まだない、持ってないの。だがおかげでミランダの狙いを知れた。使いたかったんだけど、まだ持ってないっぽいんで、じゃあもうこっちでいいか。頭に5発食らったのにまだ生きてるとは、完全に喧嘩売りに来てるよなって思ってね。まあでもあんなゴリゴリでさ、いやちょっと君、ここどこか分かってる？ゴールドジムのなんで来てるのって言ったら、なんかうるせえっつって筋肉にねじ伏せられそうだったから、もうさすがに声かけられなかったけどね。基本的に今のね、あれ声かける。でも中にはさ、なんかやっぱ僕よりもなんか、例えばダンベルフライとかダンベルベンチプレスとかさ、ダンベルベンチプレスとかでさ、なんかもう普通に10キロくらい重いの持ったりとかしてる人とか見ると、僕が大体30キロくらいかなのダンベルベンチプレスでやったりとかしてるんですけど、いやなんかね、そんなの見たら全員適正 BOW に注意しろ。了解。そんな40キロとか持ち上げるんだろう。適正 BOW の集団とコンタクトした。やっぱり、なんだろうな、エニタイムって、別に偏見ってわけじゃないけど、まあ、僕も含めてだけど、その大会に出るような人たちが集まってるわけでもなんでもないから、なんだろう、自分がその好きな部位だけで鍛えてる人たちっていうのがまあ多い感じがするんです。僕はね、バランスよくしたいから一応全身鍛えてる。背中だけ嫌いなんだけど、背中がめちゃくちゃ嫌いだから、まあ、あとうまく効かせられてないっていうところもあるんだけど、まあ、それはいいとして、でも胸だけめちゃめちゃ発達してるけど、お腹もね同じだけ出てるみたいな人とかもやっぱり中にはいたりするんですよね。まあ、でもそれはそれでいいと思うんですよ。なんか自分の好きな部位が発達してるの見たらさ、自分の筋肉見て惚れ惚れってさ、あ、俺ってかっけえって思えたらそれで十分じゃん。ねえ。さて、こっち進む前に、ここか、なるほどね。あ、ここなんだ。なんかじっくりやらないでさ、なんか見ないで、もう適当にブラ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 進ませてきたから、なるほどね。ミヤの部屋じゃなくて、ここなんだっけ、ドナじゃなくて、忘れた。あの最初のあの燃えちゃったところ、こんな感じ。どこだよって。やばい。おそらくミランダもあそこだ。急ぐぞ。相変わらずクソやかましい。まあ、どっかの小島さんよりマシだと思うんだけど、さあ出てくるか、バルコラック出てきた。大型の変異種 BOW を確認。意外とひるんでくる、意外とひるんでくる、ありがたい。おら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 、あ、これまずいな。もう一体来てる、もう一体来てる。おしおし、一体来てる。おお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 お
今の多分ひるんでなかったら普通にダメージ食らってこっちがふって吹っ飛ぶみたいな。ほらほら回れ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 、ほら回れ踊れ叫び飲む。いいプレゼント、黙り玉美味しかっただろう。これはいいんだけどさ、この次だよ。おーおーおー、炎で進めない。こっちは無理です。いや多分進むことできると思う。多分やる気の問題だと思います。 E さんだって燃えながらね、なんだっけ、あのバルコラックじゃなくて変なやつ、分かった、変なやつだよ。さてこっち進んでいくにあたっては、足あたっては、自由に使って、もうなんかあの無差別に取ってってる。いや取らなくてもいいっていうのは分かってんだけど無差別に取ってってる。ここ開けられない。カラスの死体は相変わらずある。いやーにしても荒れまくってるよね。そうそう、こいつこれをね、違う装備じゃない、ショートカットにしとかな。まあ後ででいいか。そうなんですよ、これをねやっとかないと。あ違う、塞がれんのか。なるほどね、そういうことか。これをねやっとかないと後でレーザービームをピュン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 当てるところで、そうなんですよ、変態雷管狼男たちの軍団がめちゃめちゃ現れる。これだってなんだかんだ狙いながら頭をブク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 ブンブクジャガマやっとかないといけないかな。でこっちで、うん、もう出てきてるから丸分かりなんだよね。あ、ちょっと待って、近い。あ、よかった、ドア閉まった。ありがとう。ドアって、ちょっと待って。壁という名の防御。アンバーアイズ、捉えてるか。壁という名の翼。開けれるほどスケスケで。飛んできたね。はい、おやすみ。いやー、いっぱい来るねー、ほんとに。あ、ちょ、弓なんか撃たせない。意外とね、あの、家の上に乗ってる奴らって、こっちに攻撃を仕掛けてこないから、あんまり関係ないんですよね。よいしょ。こっち、あれあれ。あ、あれ？今度飛んでくる仕様だったっけ？あ、なんか一発撃ったら死ぬみたいなふうに思ったけど。あ、なんか左の方で、なんかこっちの方、チラチラ見てるわ。ふり。ほら、ほら、一発で死ぬでしょ？一発で死ぬじゃん。まだ向かってくるか、貴様。こっちの鉛玉は突き果てることになる。おお、でかいごっついの来たな。多分いやごっついしでかいんやけど、いかんせん操作してるプレイヤーがごっすぎるから、なんかあのサイズって普通なんじゃねって交代しながら言われじゃないんだけど、オラオラ下がれ。だってお前ら歯磨いてないよ、臭いよ。オッケー、お亡くなりになりました。じゃあ進んでいこう。相変わらずのヘッドショット、ヘッドがいっぱいあるね。あ、上のこと、あ、ちょっと待って、下来てる、キューキュー、あ、ちょっとあ、ちょっと待って、ゴリラパンチ、ぬん普通にゴリラパンチした方が強いんじゃねえか、これ。あれだな、無駄になんかあのその弾カチャコンがうまいことできないから、でも本当ダメだね、下手くそってざまだな。ええー、な、もうせめて食え、美味しいよ筋肉、タンパク質豊富だと思うぜ。復活、ハンドガン使う意味ない。おお、いたのか。はい、さてソロス、まだ向かってくるね。はい、お疲れさん、反対で向かってきたとか怖くないよ。一体はね、可愛いもんなんで。30発ってやっぱ少ないな。 E さんのマシンガンみたいに80発くらい使えたらいいんだけどね。上も下も右も左も斜めも横も全部色ね、みなぎってんじゃねえよ、気合いだめ。ところが初代ポケモン気合ダメをしてもね、逆に命中率が下が、命中率じゃねえ、クリティカルヒット率が下がるという、ね、残念なお知らせがある。なんでだったんだっけな、よくわかんないけど、なんかね、ゲームを作った時の計算式がなんだかんだみたいなね。もういない？大丈夫？目的地に到着。オッケー、大丈夫。でかすぎるな。あの上にあるの何なの？あれその儀式のなんちゃらかんちゃらってやつか？とりあえずこっちの方進んでいかなきゃいけないもんね。
確か冷静に考えたらここだもんな。ターゲットロケーターで攻撃ポイントを指示する。こいつらもさ、あんなさレーザー砲バコーンって受けたのにさ、よく冷静にさ、群れがそっちへ向かった。そうそう、これ来れるよね、これね。ほんとびっくりするよね。あ、やばい、後ろ下がれないぞ、後ろに下がれないぞ。ほい、いった、危ね。いける、もう装填完了してる。ちょっと待って、あ、起き上がってくるのが早いよ、お前ら。臭いってばよ、パンチ。こっちか。これ、あれ。装填遅い、遅いロボ。うん、間に合うか、間に合うか、間に合うか。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと早く、もうちょっと早く。あ、もうこれ以上下がれない、もうちょっと、これ以上下がれない。あぶね、おーし。あれ、ちょっと待って。全員死ぬんじゃないのこれで。死ね、死なないんかい。死なないんかい。美味しくいただかれました。待って、パンチ。あんぷ。痛い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 。冗談じゃねえぞ、冗談じゃねえぞ。うらららら。あ、しまった。あ、今お前はそこで使おうと思っていなかったのになぜ爆発した。青春め、くそったれ。おらららららら。装填装備完了。あ、ちょっと待って、近いのが来てるんだよな、近いのが来てるんだよな。痛いんだよな、弓が刺さってんだよな。意外と命中率がいいんだよな。刺さってんだよな。さらに大きいのが太くて硬くて太いのが刺さってんだよな。地面ドゥン、大きい。チー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 。あー、でもこれ、え、あ、なんか刺さって、痛い。これあれ、でも3発目終わったら終わり。大型雷管来てないけど大丈夫。オッケー、よし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 。またヒットだぜ、ポケモンヒットだぜ。やつらだ。あー、ちょっとでっかいの来てたわ、でっかいの来たわ。これが最後だったか、しまったな。いける。ほい、とりあえず第一陣バカ拍手。これで1、もう1発、オッケー。2発くりゃ死ぬだろうよ。まだだった、ちょっと待って、もう一丁。ほい、いていていて、なに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 、どっからなに。おー、ちょっと待って、ショートカッツ、ショートカッツ全部使っちゃった。装填完了、装填完了してるんだけど、ちょっと待って、これいける。あ、オッケーオッケーオッケー。1体、2体。あ、ちょっと痛いのね、痛いのね。こ、急げ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 。半分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 。近い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 。ああ、頑張れた。ああ、ヒゲが濃い、ヒゲ濃い目男子、ヒゲ濃い目男子はこうやってチュンってしとくんだべし。あ、マジかよ、生きてるやつがいいのか。しかも意外と食らいつく。タンドラ、私仕事しとめて、糸目でたけれ、友の花、痛いのである。アンプル、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 アンプル刺さないと、アンプル刺さないと。近いの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 。お、よし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 。あとは、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 あとはサイドステップ、サイドステップ、反復横跳び、サイドステップ、反復跳び、20秒で60回いけば OK。 よし、あよかった、無事クリア。爆発、青春終了のお知らせ。あ、回復アンプルもあと1個だった、危な。みなぎった。ちょっと待って、緑の液体が全然あの注入されてる感じないから大丈夫。さあ、地下と言いながらも、まあ見えてる世界はまるで青空。秋空っていいよね。まだまだ残暑厳しくて暑いんだけどさ。こっちが厳重です。じゃあ降りていきましょう。ほいっと、青春は着地だ。さあ、なんか盛り上がってきたぞ。お前を残したのはどこのどつじゃ。わしらはイエスラボンのハグリッドでございます。お前の手を借りたい。僕はアーツを守るためなら何だってするダンス。全然あれだね、全然装備できない、使用不可ってのかな。あれ、ちょっと待って、一度戻ったってたんすよ。あれ、ちょっと待って、すっごい血だらけになってんだけど、このマシンガン。大丈夫？血で錆びついて動けんのですとかない？わー、もう、目がチカチカするわ。これもあれか、ハグリッドの魔法か。ハグリッドの魔法、青空ミセールとかか。うわ、荒れてる荒れてる。ハグリッド、痛い。これを、普通は死ぬんだけど、ゴリラが。ゴリラのタンパク質がすごすぎるがゆえに、全然ダメージを食らってないっていう。おら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 、その背中のお匂いは何だ、
まさかお前が分霊箱か。本当にナギミを買ってるんだな貴様。知らなかったそれは。よしよし、オッケー、魔をついた。よし、ロケーター指示。人使いが荒いんで。いや、あのね、荒い荒いっていうかね、一番荒い状態なのはこいつだからね。一番大体隊長なのに前線振って歩くっていうね、本当にあの事務作業が全くもってできないっていう。やった聞いたか。オーケーベイベー。さあ一発目、多分二発くらいやったらもう溶けてなくなるんじゃないか。もうこれでダダ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 やったらいつの間にかお亡くなりになるとか。うい、もう終われてる、青春は爆発してる。やばいやばい、ナギニがめっちゃ荒れてる。私の分霊箱に何すんのよって。お前自身が分霊箱やないか。よーけい、さすがハグリッドやな。てかもうこいつで終わりだから、もう青春は全部爆発させておこう。装填完了。オッケー、え、近い近い。あーでももう終わる。あー待って、気持ち悪い。ごめんなさい、大丈夫皆さん、よ酔ってない、大丈夫。ほいちょっと。オーケー、レーザー光線はあ、終わった。ほい、くる、置けます。適正 BOW。 よし、はい、OK、このまま進む。さあ金儲けや。お前たちは上で待機してろ。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。だいぶ溶けてんな。これ両手で持ってるんだよね。どうやってスコープをつけたり外したりしてるんだろう。自動なのかな。本物のミアはおっぱいがないです。ミランダはどうやってローズのことを知った。授乳期のはずなんだけどね。お友達から後で調べれば済む、ね、作戦に集中しろ。さああったぞ。なぜか赤く光っている金婚。おかしいよね。なんで発光体を体の中に仕込んでんのって話なの。体じゃなくて金なんだけどさ。金婚を発見した。これを金婚ってこう把握できるこのクリスもすごいよね。クリスって結局何に長けてんの。ああ、ゴリラ、ゴリラに投げるって何。おてき、ハンドボール投げ。 N2 バンダーを設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。あの中に今度こそ蹴りをつける。恐ろしいな。このまま進む。了解。時間、いつもの時間的にはここで終了のお知らせなんだけど、もうちょっと進めていきます。ここで終わったらね、もうクリスマスがちょっと終わっちゃうっていうところなんで。今更言ったところで遅いが、E さんには全て話すべきだ。時間がなかった。本当その通りだったね。移送中にミランダが蘇生するとは。移送しながら、事前に伝えときはね、こういうことが起こるから、ね、あの、ローズを寝かせたら連絡を一報くれとか、ね、なんでことが起こってから全部話そうっていうの。何も起こらない最強の。さすがに向こう側にいるミアは見えないか。カドゥ、あ、ひび割れた。カドゥ、カドゥ。でもああいう形でね、引っ張ってこれるんだね。あ、ちなみにここにあの各四天王の、四天王じゃねえ、四貴族の、あの情報がいろいろ載ってるんですけど、今回読まないです。もうあの僕のその初めてやったバイオプレイの方の、バイブレッジのプレイの方で、あの読んでくれたらと思います。ほら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 、全然ひび入んねえよ。もう研究所も丸裸な感じするよね。巻き振る。じゃあもうこれも進んでいきますか。鍵も落としといて、写真とか見ても仕方ないもんね。よし、おお、ちょっと一瞬、おい、あ、あ、すごい背中丸みたい。バレバレや。なんか初めてじゃない、初めてくらいじゃん。あの人物の見てはいけない世界を見た気がした。ね、なんかゾンビのように立ってて、背中丸めておばあちゃんのように棒を持って立ってた、ね、驚いた。本物なんだな。ああ、なるほど。連れ去られた時の本物と同じ格好をしてたってことなんですね。だから、ただ、その、擬態してからがどのくらいの期間経ったかっていうのはちょっとあんまりよく分かってないんだけど。ってことは、ずっと同じ格好パジャマでしたってことですよね。さながら戦争だが何とかなりそうだ。ってことは、任務を優先しろ。くそそう。俺はこれから最終回。お風呂も入れんなさそうだもんね。てか、あんな恐ろしい能力を持ってるくせにミランダ、閉じ込め方がなんか可愛いよね。私たちのことを守るって。鍵一つ。靴はなんか、普通の靴だった、ね。
家族と一緒ならめっちゃキレてる。それでいいと思ったから怒ってる。結局クリスとのつながりはあるのかな。今どこにいるの。夫って言い方がいいよね。イーさんはもういない。イーさんここで死んだっていうこと告げちゃってるもんね。救えなかった。だがローズは生きてる。ここでイーさん死んだっていうこと伝えてさ、脱出の時にもさ、彼は死んだってヘリコプターの中でダンって言ってやってるじゃん。何回殺してんのって話だもんね。ここももう危険だ。なんか膨れ上がってる金婚があるよね。いないってどういうこと？あ、そうか、いないだから死んだと言ってない。ああ、いや言ってるよ。今いましたよ、死んだって。ね。残念だが、今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ。ここでイーさん死んでないって信じるってことはさ、もう彼がね、いかに呪縛に飲み込まれているかっていうことを把握してるっていう話だから、これはこれで、ある意味、そのミヤも行かれてるよね。あなたは彼が生きてるの。特別だってことを知らないの。やつは死なないのよって、殺しても生きてるんだからって、まあ事実なんだけどさ。ここでクリスの紹介、クリスパート終わったけどここでクリスの紹介っていうね、面白いよね、ほんと。ということで蘇ります。おはようございます。私クリスでございます。あ、違う、イーサンでございます。どう本当ここ何の世界ってなるよな。誰かいるのか。寒い寒い。このまま放っていったらどうなるんだろうな。どうしてこんなところに。かかりそうだからちょっと進ませてあげよう。寒い。怖いそうだ。急に極寒の世界に行けるんだよな。畜生体が寒い。畜生体が。いや、こんなところでやったら水がうわ、ちょっと待って、水がギルルーバカみたい。溶けるそうなんだよ。ここで現れたのがさ、ね、まさかのエブリンっていうのは、まあそれはね、初めて会った時にそういう意味での衝撃だったんだけど、ここで面白いんですか、エブリンがさ、どうしてここにって言えてしまうイーサンもすごいよね。だからもうエブリンがもう自分の体の中にいるっていうことをなんかさ、知ってるみたいな口ぶりになっちゃうもんね、それだとさ。だって俺はそうじゃなかったらさ、エブリンってバイオセブンの時にね、殺してるはずだから、なぜお前が生きてる、そういう反応になるはずなんじゃないか、どうしてここにとはならないと思うんですよね。それ生きてる前提の話になっちゃうじゃないですか。だからね、なぜここにっていうことを、どうしてここにって言ってるってことは、もう自分の体がやっぱ特別な存在であって、もうおかしくなってるってこと。なんか見えない世界にか体突っ込んでってる感じしてるけど大丈夫。あ、なんかもう宙に浮いてるよね、この見え方だったら。で、上を見上げれば幼女のスカートの中が見える。変態かて。そうなんで、今まであんな風に傷ついてきてさ、生きてるってことをさ、思い出してごらん、5つの頃を。5年前だよね。3年前のあの日。おー、生きてる。顔が全く見えないのはどうして。ご褒美プレイ。お前はジャックに。そうなんだよ。だからこの時点で死んでるんだけど、殺された時に合わせて菌が感染したことによって、死んでたんだ。まあ、ああいうか、こういう体になっちまったっていうことだね。で、その時にエブリンの精神支配っていうか、なんかもエブリンの菌も入り込んでるっていう、そういうオチなんだろうな、きっとな。まあ、考えるとそういうことじゃないとおかしいもんな。うん、動けるはずがない。ふざけんな。そうだよね、動けるはずないもんね。あんだけ足切られたり腕切られたりとかさ、心臓とかもお腹刺されたり腕切られてさ、でね、また薬やったらなんか接着剤のようにくっついて動かせる、ありえないもんね。まあそうだよね、まあ、エブリンからしたらな、自分が家族を欲しかっただけなのに、イーさんがボコボコに縛いてきちゃったから、そのおかげで私は家族を手に入れることもなく朽ち果ててしまったのよって言って、まあ、恨みは抱えてるわな。あれ、これ立ち上がる、立ち上がったっけ。おお、立った。イーさんが立った。あれ、右手が、あれ右手なんでこんなんなってるの。分かったでしょ。お前の体は全部カビであることを知らしめるために。お前はもう二度と家族には会えないよ。忘れちゃったな、もう。家族、
俺の家族。しダメだ。そうなんだよな。ロス、いや本当思うよ。娘が助けられるんだったら親って何だってするから、ね、娘よ。これクレヨンしんちゃんのミサエさんも言ってたけどさ、子供のためだったら親は何だってできるのよっていうね、映画だった、電撃豚の蹄大作戦かなんだったかって思うんですよ。あの6作品目かな、僕それが一番好きなんですけど、ブリブリザイモンがいろんな人を助けて見返りを得て、まあ、商品券得たりとかドリンク券得たりとかってなったけど、本当は人を助けることによってその人を笑顔にしたりとか、ありがとうっていう言葉をもらうっていうことが自分の欲しかったものだったんだっていうことを気づくっていう、そういうねもう心温まるストーリーなんだけど、意外とあのあまりクレヨンしんちゃんの人気映画人気ランキングで上位に上がってこないから、あのやっぱりみんなはね、あのまああっぱれとか大人帝国とかが好きなんだろうね。もう僕もどっちも好きなんだけど、一番かどうかって言ったらそっちになるんでね。もうその話はどうでもよくてさ、最終決戦が迫ってまいりました。ようやくお目覚めですか。おはようございます。ここはこれあれじゃない？俺が売った魚とか肉じゃない全部。ひどくうなされてましたね。いつの間に助けてもらったんだってことは、ハイゼンベルク工場にこの馬車を担いで持ってきたってことだよね。ハイゼンベルク教徒は激しい戦いでしたな。ハイゼンベルク、どっから見たんだ、ま、で現れる。どこで見てたのよあんた。崖の上からか、崖の上のポニョ。もうすぐ夜明けです。ハイゼンベルク工場があって、これからミランダと戦う祭壇があって、で今からたどり着くところってハイゼンベルク工場からミランダの祭壇を通って、あそこに行かなきゃいけないわけだから、何遠回りぐるっと回ってるから、どういうルートなのかな、地図上のあれがよくわからないんだけど、まあ、口かけてるのか、まあ、もう食っちゃってるんですね、右かびてんだよな。分かってる。なんだっけ、ヘドウィークがいる。愚問でしたかな。ヘドウィグと左はあれかな、猫ちゃん化したハーマイオニーかなんかかな。お前は何者なんだ。私にも分かりかねますってか。私自身も存じかねます。やっぱり言うと思った。そう、あの16年後にローズを苦しませる存在でございますね。つきました。ついたかな。オッケー。じゃあね、ここ降りたところで一旦ねセーブして区切りたいというふうに思います。次回ミランダぶちのめしてね、このパート終了としたいというふうに思いますので、ぜひね次回パートもお楽しみいただけたらと思います。ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して、引き続き最後まで応援していただけると嬉しいでございます。なんか2パート分になるのかな、多分どっかで分割してると思うんですけど、40分以上ベラベラベラ喋りっぱなしになるんでね、まあ、どっかで区切ってると思います。はい。お馬さん立派ですね。はい。ということでね、最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。